えー、パパ活をやっているんですが、若い女の子は一人暮らしの資金のためなのの理由で、初対面の男とホテルに行くことが正直信じられないです。女の子は将来結婚するとき絶対に夫に打ち明けることはしないと思うんですが、世の中はこんなものでしょうか まあ、ただの写真とか撮られたり、あの、勝手に盗撮されて、アップロードされて、ポルノハブに登ってるみたいな感じになると思うので、リスクはあると思いますけどね。え将来の旦那を思うと、賢者タイムで毎回何とも言えない気持ちになります。<laughs> <laughs> じゃあやるなよって話なんですけど、でもまあパパ活が効率いいからやっちゃうんですよね。まあそんなもんだと思いますよ。はい。世の中には将来のことを考えないで頭の悪いことをする若い子たちがいて、大人になってうまく逃げ切れる人もいるし、逃げ切れなかった子が後悔したりすると思うんですけど、まあ世の中はそんなもんなので、あの、パパ活とかやらない方がいいよねとは思うんですけど、まあなかなか止めるのは難しいですよね。 世の中にあの犯罪をやる人っていっぱいいて、犯罪やらない方がいいよねっていうのは分かってでも犯罪やる人っているので、バレた後割とその後の人生きついよねっていうんですよね。例えばじゃあ犯罪やりました。1年間刑務所に行きました。 で、刑務所出た後に、あなた犯罪者だったよねってバレると、あと結構人生きつくなるっていうのがあると思うんですよね。で、パパ活も一緒で、バレた時にあなたパパ活やってましたよねっていう証拠とかが出た時に、後で将来めっちゃ困ると思うんですよ。なので、小ない困る度で行くと、犯罪とあんまり変わんないと思うんですよね。パパ活とかを安易にやるのっていうのはどうかと思うんですけど、やらない方がいいよねぐらいになるんですけど、その犯罪行為と同じぐらいのリスクがあるよね。 っていうことがあんまり理解されてない気がするのでどうなのかなと思うんですけども。